皆さん、こんばんは、マーティン・ダーミャクは金田です。今日は子供の世界史、みんなで勉強しましょう。古代の時代、まあ、人類はですね、700万年二足歩行始まりましたね、はい。四大文明はわかりますよね。中国文明、インダス文明、メソポタミア文明、エジプト文明の四大文明だそうですね。甲殻文字使われたそうです、漢字のもと。はい。ナイル川もすごい、ピラミッドもすごい、はい。あとはまあお金も本当にすごいですしね、ロック。あとは宗教、キリスト教、ユダヤ教ありましたね、はい。財産にですね、はい。313年ですね、はい。覚えてください。宗教はヒンドゥー教、仏教もございます。ブッダは前から無の境地ですね。釈迦、お釈迦様ですね、はい。古代ギリシャ、すごいですね。ソクラテスが生まれたそうでございます。はい。オリンピックもやはりギリシャです。ローマ帝国、これね、カエサルじゃなくてアウグストゥスですね、最初の皇帝。意外ですね、はい。というわけで、子供の世界史パート1でした。バイバイ。